定を終了したことを称する。平成23年2月26日水戸日南新徳商業高等学校卒業生総数6199名。また皆さんは41年という歴史ある日南新徳商業高校の最後にふさわしい多くのドラマや輝かしい成果を残しました。珠算電卓競技、ワープロ競技、簿記競技と3部門で優勝し、九州全国大会の出場を果たしました。商業に関する競技会が4つある中で3つの競技会を同時に制覇したのは本校が宮崎県で初めてという快挙でした。本当に最後までよく頑張ってくれました。ありがとう。先輩たちからの厳しい指導のもと、挨拶や集団行動の練習を行い、その宿泊研修から君たちは最後の生徒と言われるようになりました。それが私たちの冠言葉となりました。部活動では少ない人数で思うような練習ができず、苦労した日々もありました。高校総体では校庭機の影響で開会式が中止となり、生徒の意味で更新することはできませんでした。どの部活動も少ない人数で試合に臨み、新徳商としての誇りを持って戦うことができたと思います。体育の部は晴天に恵まれ、グラウンドで実施でき、一学年とは思えないほどの迫力あるものとなりました。最後に全校生徒で栄光の架け橋を歌ったことは忘れられません。私たちが進む道には様々な困難が待ち受けていると思います。しかしその時は新徳商としての誇りと自信を持って歩みたいと思います。そして私たちの伝統を受け継いだ新しい新徳高校がさらに発展することをお祈り申し上げ、代表の挨拶といたします。夢はするな、いろんなことがあるからね。この高校を卒業できて本当に良かったと思っています。地元で就職して貢献できたらいいなと思っています。そうですね、僕もあの OB で、ここの卒業生で、自分の娘が まさか最後の卒業生になるとは思わなかったんですけど、寂しい気持ちが一番ですね、本当に母校がなくなるというのは。校名は由緒ある旧帯藩の藩校新徳堂にちなむものであります。そこには自分の天分個性を振り起こすために、その日その日を大切にし、勉学にスポーツに努力精励してほしいという郷土の願いが込められています。これまでの伝統として築き上げられた挨拶の新徳、風紀の新徳、美化の新徳の新徳賞スローガンのもと
地域の方や来校された方が驚かれるほどの立派な挨拶を心がけ、地域社会に信頼され期待される学校として発展向上してまいりました。開校当時は山を切り開いた現地に校舎が2棟建っていました。第1回の入学式は体育館もなく大教室で挙行されましたが、女子生徒は制服が決まっておらず、それぞれの中学校での制服に身を包み式に臨みました。そして41年、6199名の卒業生が巣立っていきました。私たちは今閉校という瞬間に立ち会っていますが、母校への思いと、また卒業生一人一人が日南新徳商業高校の歴史を胸に刻み、伝統として継承していかなければならないと思います。新徳商にはどんなことでも徹底して取り組むという伝統があります。学業面においては資格取得への取り組みが徐々に盛んになり、ここ数年では毎年全商検定3種目以上1級の割合が全国レベルとなっています。今年度は未来に残そう、伝え築いた新徳商業、目指せ3種目日本一というスローガンが生まれ、3種目以上1級取得者 100% を目指して頑張りました。先輩方が徹底して取り組んでこられた姿勢が私たちの力となりました。日南新徳高校の皆さんにはその伝統をさらに輝かしいものにしてほしいと思います。最後に、私たちを支えてくださった多くの方々への感謝の思いとともに、閉校式にお越しくださったすべての方々のご多幸をお祈りいたしまして、日南新徳商業高校最後の卒業生112人の言葉といたします。ありがとうございました。もう3期生なのでまだでき始めだったので、いろんな思いがここには詰まってます。でも寂しい気持ちでいっぱいですね。みんなにお世話になって、もう本当お礼の言葉しかありません。こんな素晴らしい学校がねなくなるっていうのがとっても残念です。新徳という名前が残りますのでね、日南の発展に寄与してくれると思います。